いやあ、前回のパートからため撮りでやっていきたいと思います。刹那圭介だよ。さーて、あれ、あ、まだまだ続きあったんや。1日目の三段好きとかすごいかっこいいよ。舞子っていう可愛らしそうな名前の女の子が使ってるで、ギャリックっていうやつもそういうやつを使って、よし、パス行こうまさかのまだついとったっていうな。おう、25人の冒険者たちは魔王に524のダメージを与えた。いいやん。残り体力は11476、12000ぐらいだったんか。最初は満タンでさ、体力回復とかないよな。で、2日目に来た。セーブはここでもできるんやな。そうやな。じゃあな、次のパートから、てかこのパートからセーブはここで終わ、ここでして、ここで終わることにしよう。よし、それで行こう。だな、あ、待てよ。まあいいや、ここでいいか。寝る前にセーブして、ああ、昨日の晩こんな感じで魔王を戦った戦士がおるんやって見返った方がちょっと面白いんか。その方がいいか。とりあえず、まあいいや。今回はここのセーブでいこう。とりあえず今日も頑張りましょうかって感じですね。二日目ですよ。張り切っていこう。そうだね。今回はどうしようかな。なんだろう、どうしようかな。オッケー。あ、そうだ、俺よう考えたんやけどさ、この店にさ名前つけてなかった気がするんよな。なんとかショーって、なんとか鍛冶屋とかそういう系の、そうやな、つけてあげたいな。ちょっと考えてみようかな。そうやな、よし、決めた。よし、じゃあこの店の名前、鍛冶屋ゴリゴリにしよう。マッチョなイメージがあるけどさ、マッチョだったら別に剣使わんでも殴って戦えばいいのにな。よっしゃ、今日はどうしようかな。確かあのすっごい人が来たよな。この店初日やったけんっていう理由でか知らんけどさ、やたらやお客さん来たんよな。だからさ、もう、ただそれが嬉しくてさ、二日目にしてちょっと、何々最適なのやってみようだな。バスタードソード祭。バスタードソードしか売らない日。世によって高いやつ。バスタードソード祭ですよ、皆さん。この機会にどんどん買っていてください。誰か来るかな。あれ、客足が遅いな。あれ、初日はもっと来よったぞ。ああ、女の人、女の人。ああ、帰るな帰るな、お前、バスタードソードサイズや。誰か買っていけ。バスタードソード好きにはたまらんやろが、4本も並んでる。あれおかしいな。やばい、やっぱ昨日初日やったけんっていうことでさ、回転セール的な感じで来たんかな、みんな。あれ、あ、来た来た来た。よっしゃ、来た。あちょーっと。バスタードソードサイズ、お前。バスタードソードぞ、お前。どう取ったらバスタードソードぞ、お前。ファイナルファンタジー7のクラウドが使いようやつ。名前が似とるやろ。あー、ごめん。ごめんでないか。お、来た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 。あーあーん。ごめん。来たかと思ったら U ターンしていくし、バスタードソードみんなそんなに嫌いか。わかった、バスタードソードやめとくわ。そうやな。じゃあ、このバスタードソードを溶けて、ロングソードに変えよう。うん。あ、ローブの男。あー、またあいつ偵察官。バスターソード売れるんじゃないかな、問題ないで。あ、ロングソード取っていた、あいつ。正確のバスタードソード祭なのに。
ロングソードはもう売れるんやないじゃん。そう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 、バスタードソードさえないんよ。だからさ、バスタードソードほとんどバスタードソードないんよな。あー、ロングソード取りに行った。バスタードソードこんなに強調してるのに、奥のロングソード取りに来とるやつおるし。おー、そうそう、バスタードソードなんすよ。今日はバスタードソード推しなんすよ。だからなんであいつさ、バスタードソードをこんなに強調してるのにロングソード取っていくかね。ただ600円違うだけでめっちゃ能力上がるんよね。正直どんだけ能力上がるか把握してないけどな。とりあえずお客が何人か来てくれよるな。なんとかロングソードまた取りに行った。2人に1人はロングバスタードソード無視してロングソード取りに来てる、買いに来てるよ。そんなにバスタードソード人気ないんか。まあ値段の違いですね。600円値段が違うだけでこんなにも避けられるんで、またロングソード手に持っていった。ああ、もう本当にお客に2人に1人はさ、ロングソード目当てやん。バスタードソードを押しとのに。ああ、ちょっと今日あんまり売れんかった気がするな、昨日よりかは。ああ、半分以下だわ。売り上げ半分以下だ、半分ぐらいやん。まだバスタードソード多く売れた方かもしれんけどさ、うん、そうでもないか。全体的に売り上げが低いな。10本か、しょうがないな。バスタードソード欲しいっていうのが良くなかったな。ギルドです。ちょっとしょげた。おもういろんな人が俺、ちょっと俺コミショなんよな、コミショな、コミショ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 とか言われる。でもここで出ていったらもうなんか、もう武器商人とか、なんか鍛冶屋としてやっていけそうでないけん、もうしゃべりかける。音楽はお好きですか？販売 BGM、プロディン。なんて読むかわからない。あ、そうなんですか。よくわからない。いや、マスター、仲介ギルド。あ、そうっすか。そうやな。そういや、素材とか減ったんかな。あ、そうか。鋼材が14個か。あ、そう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 。それとなんか、フレームなんちゃらとかいう、そういうなんか、新しい属性付きの剣作るためのやつがあるやん。あれ？依頼できんの？購入の方は？あ、あるやん。ファイヤー石。ファイヤー石ってなんか語呂悪いな。ファイヤーストーンとか、アイスストーンとか、サンダーストーンの方がいいんちゃうんだな。ファイヤー石って。なんかちゃうな。まあいいや。買います。1個100、500円。ちょっと高いな。そうやな。とりあえず、2個。ファイヤー2個2個。目玉商品的な感じで、あの、火属性の剣を打って、それ以外を散らしていく感じに行こう。よし、それで行こう。そうやな。石がこんな感じだ。あ、石やけんな。鋼材だよ、問題は。鋼材。鋼材はちょっと大量購入ですよ。30個行こう。よし。よし。依頼。あ、こんな感じのやつもあるんやな。けどこれまだ素材になっとるやつなかった気がするけん、まだいいか。依頼情報、依頼品の受け取りなんもないよな。よし、こんなもんか。仲介ギルド外でのレアアイテム取引は法律で禁止されています。レアアイテム取引に関して断片的な情報でも結構ですのでお知らせください。なあ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 、それ聞いたらさ、こいつがめっちゃ怪しい目でくるんや。取引しないか。オリハルコンを1万5000円で買わないか。これ取引していいんかな。あかん的な感じのやつじゃない。次は頼む。あ、消えた。あいつ、お客さんかと思ったらこういうあかん商売のやつだったんや。なるほどな。それでちょっと初日からチラチラ見学しに来たんか。こいつならいけると思ったんか。俺ならいけると思ったんか。クソ、舐められたもんだぜ。おい、太っちょ。何これ、事業拡大。あ、店舗のやつか。10万
たかない、もうちょい負けてくれん。俺ちょっと金ないんよ。うーん、店始めたばっかりだよ、そんな金ないんよ。ちょっと負けてくれん。うん、そうやな、俺の顔に免じて152円で。ダメダメ、じゃあやめときますわ。はいはい、まあお金貯まったら頼むわな。うん、おいジュージー、語り部ってなんだ語り部ってなんだよ、そんな部活動あるんか。ギルドにも部活動ってがあるんか。サッカー部とかそういうんじゃないやな語り部なのに喋ってくれることがそれだけって、ちょっと本当に語り部なんこうから武器は魔王に与えるダメージが大きい。魔王を早く倒しないなら高価な武器を多く売るのだ。いやそうなんやけどさ、今日俺もそう思ってさ、今日バスタードソードを押ししたんやけどさ、売り上げ悪うてさ、必ずしてもそういうわけじゃないみたいなのよな。だってさ、バスタードソードあんなに並べとるのにさ、たった一つしか置いてないロングソードに二人に一人は飛び込んでいくもんな。うーん、難しい。薬草を売りすぎて手が臭くなった薬草ねその薬草をさ、自分で育てようかは分からんけどさ、俺はさ、薬草を育てるよりもあんたの頭の毛を育てた方がいいと思うんやけどな。うん、余計な お世話かな。冒険者から商売は楽そうでいいねって言われるけど、商売だって大変ですよね。奴らは何も分かっちゃいない。酒も頼まず情報収集だけして店を出る冒険者。薬草しか買わない冒険者。タリア棚を探る冒険者。武器屋に武器を売りつける冒険者。冒険者がもっと礼儀をわきまえていれば、私たちだってこんなに苦労しませんよね。ノース字はこれだから困る。納金か、納金はこれだから困るすまんねえ、ゲーマーって結構納金ばっかなんですよ、知らんけどいや今の発言で多分この実況を見よるゲーマーたちを敵に回した気がする我らはレアアイテム探検隊、レア武器の素材を探すでござる。調査料は1万になるがいかがか。我らに見つからないものはなし。やっべえ、頼みたーなってきた。こういうロマンのある人に頼みたーなってきた。85,400円か。よっしゃー、ちょっと、試しに頼んだるわ。よっしゃ、頼むわ。調査中、オッケー。調査中とか言いながらもさ、肉食ってるやん。まだ調査始める前やない。中ではないわ。ナウではないわ。ナウではないわ。っていうかウィルやろお前調査中ではないな、ウィルやな、ナウではないウィルでしょお前ははい置いてこいやまあゆっくり行けばいい。ギルドでお金を使い放たないように、武器制作にもお金がかけます。この世は金がすべて、お金がなくては何もできません。絶対に隣の金融屋からお金を借りてはいけません。返せなければ本当に終わりです。はいはいてかお前さ、ちょっといきなり現金なこと言わんといてくれる。ゲームなんだ、ゲームなんだ。もうそういうリアリティ追求戦でもいいからお金は必要かい。3万円貸してあげますよただし2日後5万円返してもらいます。暴利だってなら借りなければいいやめときます。そういう暴利は手を出さないことに決めてるんです。俺カイジ結構見てるんですけどね、そう借りてなかなか返せずに終わる人ってたくさん見てきたんですよ。条件が合えばレアアイテムのありかを教えます。はい、レアアイテム、そんなんあるんすか。へえ、私が提示した数と仲介ギルドの依頼数がぴったり合えばレアアイテムのありかを教えます。レアアイテムはレア武器を作るのに必要です。気になる気になる気になるけども、今日はステイ、置いておこう。まあこんな感じで一日が終わるわけです。で、その前に火事があるけど。火事の存在忘れてる。まあ今日はそんなに売れてないけんさ、新しく作る必要って言うたら、
ファイヤー石があるけん、早速作っていくんか。よし、じゃあ。ちょっと増やしていくぐらいかな。サラマンドソード。日本行きましょう。サラマンド。あと、そうやな、ロングソード追加でいこう。所持数5本か。25本にしたらいいかな。20本。鉱材めっちゃ減るやん。鉱材買ってこな。で、バスタードソードを4本。まあ、鉱材が4本や、4つしかないけん、もう、使い切ってしまおう。よし。まあ、こんな感じでいいでしょ。おっしゃ。ともでさ、この7万2000円から食費とか出んのかな食費とか払わんのかな。食費は別の方法で払いよんかな。すごいな。うん。そうやな。これは何？あ、これか。サラマンドソードを作ったと。攻撃力18アップ。あ、攻撃力見ていこう。ロングソード10アップで。わあ、バスタードソード15もある。5も大きいんや。ちょっとこれは考えどころじゃないんかな、お客さんも。これ、価格が600円上がる、600円多く払えば、攻撃力5アップ、5多い武器を手に入れるって考えたら、うわ、それはちょっと考え物じゃないんかな。600円払ってでも攻撃力5を上げたいかどうかって考えたら、やっぱバスタードソード買った方がいいんちゃうかなって俺は思うんやけどな。で、サラマンドソード。属性ついとんかな、これって。火の精霊が宿ったとか。精霊を宿った剣を、あんな数秒で作るこの主人公、どういうこと？バスタードソードであれば攻撃力が3上がる。んで、料金は、700円増しか。いやー、ちょっと考えてみてほしいな。ちょっと、お客さんもさ、バスタードソードからさ、買うんだったらさ、その700円多く払えば、攻撃力、攻撃力3多い武器を変えれるわけやん。この攻撃力3っていうか、かなり肝だと思うよな。うん、だからさ、俺としてはさ、バスタードソード買うぐらいだったら、700円追加でお金払って、サラマンドソード買った方が俺はいいと思うんやけどな。お客さんはどう思うか分からんけど、俺はそう思うな。攻撃力10。ん？このロングソードとこの、こっちのやつでなんか違いあるんかな？種類の違いかな？いやー、ロングソードよりもこの鋼の槍の方が好きな人とかおるんやろうな。そういうお客のニーズに合わせて売っていくっていうのもありなんやな。分からん。そんなん分からん。こういう人が多いなーぐらいの感じでちょっと考えていく必要はあるんかな。わからない。で、じゃあもう今日はここまでで、ここに入っていくと。あ、しまった。そうか。寝室に行ったらもう寝るんだったな。忘っとった、忘っとった。最初に言ったこと全然無視しとる、俺。まあ、いや、ちょっと見ていこう、もう。しょうがない。次のパートからにしよう。うん、まあ、ああ、マッシュとかいうやつが個室で持ちながらも戦いやるし。なんか割合的に多いな、個室持ってる勇者。十字に一級先21のダメージ与えた。わあ、めっちゃかっこいい名前や。読めんけど。片足に傷を負いながらも26のダメージ。エブティ。すごい勇者がいるもんだ。ナオハルって読むんかな、これ。素早い突きで16のダメージ。素早い突きで、かっけえ、ナオハル。245のダメージを与えた。やっぱ、売り上げが少ないけんな。ねえ、ちょっと、ダメージも半分ぐらい減ったな。体力、11,231。あ、こんなもんか。で、次の日で。本当、次のパートからは寝る前にセーブしてそこで終わるんで。まあ、許してください。今回はセーブ。魔王変動がある。魔王変って何？俺魔王を倒したら終わりかなって思ってないけど、魔王のさらに次のボスとか出てくるん。もうそういう予想できてしまうよ。うわぁ。てか、よう見たら、ちょっと赤字になったんやから、これ。正直、76,400円が72,000円まで下がってる。赤字だ。
やばいぞ赤字だ。こんなことだったら、あの、頼むんじゃなかった、あの、なんだ、素材の発掘のなんちゃらってやつ、1万かかったやつ、その1万がなげ使わんかったら8万2000円で黒字だった。それもそこそこの黒字。あー、惜しいことした、やっちまったな、こういうゲームか。はい、というわけで今回のパートはここまで。ご視聴ありがとうございました。週上げ